ここ見覚えがあるわね。どこだったかしら。転校生、あんた知ってる？カナタとアキホ、何やってるかな。あれは、あれは、そうか、ここは過去だったわね。後で電話してみよっと。きっと私の声聞いたら喜ぶよね。明日でキャンプ終わりだし、あとちょっとでみんなに会えるもんね。ああ、そうか。この時か。まだ二人とも小さくて、私だけがキャンプに来たのよ。特に、アキホは生まれてそんなに経ってない頃だから。ん？そこにいるの誰？あ、魔法使いの人だ。こんなところで何してるの？ちょっとした調査よ。邪魔はしないから気にしないで。何の調査？ねえねえ、魔法使いってどうやったらなれるの？魔法使いになりたいの？うん。だってね、私お姉ちゃんだから。弟たちを守るために魔法使いになりたいの。魔物が来たら逃げろって言われてるけど、戦ってやっつけちゃうんだ。なろうと思ってなれるものじゃないわ。でも、あなたはなれる。だから、いつなってもいいように、覚悟を決めておきなさい。魔法使いになるのって、覚悟がいるの？みんなを守る強い人でしょ？みんながそう思ってくれればいいんだけどね。あなたも覚醒したらわかるわ。でも家族は大丈夫。あなたはしっかり弟と妹を守ってあげなさい。うん。あれ、お姉ちゃん不思議の人。どうして弟と妹がいるって知ってるの？あなた言ったじゃない、二人いるって。そうだったかな。言ったかも。忘れちゃってた。その服、ガールスカウトでしょ。他の人はどうしたの？はぐれたの？みんなの場所はわかるよ。向こう。ちょっと考え事してただけ。もう帰ってもいいんだけど、お姉ちゃんたちについていこうかな。知らない人についていくような教育を受けてるの？ついていったらダメって言われてるけど、でもお姉ちゃんだもの。なんだか安心できる人だもの。それに魔法使いの調査って楽しそう。別に何もしないけど、危なくなっても助けたりしないわよ。弟たちを守るなら自分くらいは守ってみなさい。まだ幸せな頃だったわ。暴走半島襲撃事件が起こっていない、母親が生きている時、あの頃はまさかいなくなるなんて思わなかった。自分はともかく、アキホまで魔法使いに覚醒するなんて思わなかった。あの事件が起きた時、もしどこかに旅行に出てたらって考えたことがある。ねえ、あなた、名前を聞いていい？ルリカはハルノ。弟はカナタで、妹はアキホ。ハルノ、覚えていたらでいいわ。あなたが12歳の5月12日、どこでもいいから、家族を連れて旅行に行きなさい。どうして？そんなに先のことを覚えてられないよ。いいから、自分の一番大事なものにメモしておいて。そうすれば、そうすれば、あなたは家族を守れる。誰も悲しまなくていいようになる。だから、お願い。約束。